アノマン、シロン、こんばんは、ありがとうございます、ありがとう。うん、にゃんたこんばんは、ヤワックスのまぜさん、たまきゅ、ありがとうね、キュン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 、もう日焼けしたって言わないで焼けたよきっと、きっと焼けましたいやでもこれは最高の日焼けだくまーまなまぜさん、キュン、ありがとう。タカさん、ありがとうございます。クラスコトラッキー、こんばんは。ワッカ、こんばんは、ありがとうございます。マーボースイカ、ありがとう。なるなるっち、こんばんは、ありがとうね。いやほんとん焼けました、こんがり。いやそのうち戻るよすぐいやみんなもお疲れ様です、本当にありがとうございます。ゆるい人々、まゆこんばんは。くまま池様、さっきさん、キュン、ありがとう、キュン、ありがとうございます。ななっちこんばんはね、昨日京都2日間 TBC 夏祭り参加させていただいてね、本当はたくさんの方に来ていただけて、いやー幸せ。グッズね、グッズコーナーありがとう、来てくれたみんな本当に。千秋こんばんは、ピルマこんばんは、ありがとうね。なるくんお疲れ、ありがとう。熊まさきさん、キュン、ありがとうございます。ねもふっぴり、ランチューさくっち、そういちろうさん、あつこんばんは、ありがとうございます。のぶとななこんばんは、ありがとうございます。じこうくんもありがとう。嬉しい、そうだったんだ、いやーありがとう。検索でもこんばんは、いやそうよ、いやね昨日は昨日で1日目のねことを配信で話させていただいて、いや今日はなんといってもステージにね AKB48 が登場してくれたっていうことで超一大トピックス。もうこんばんは、ありがとうございます。いやほんとさそうなんですよ、もうずっとずっとこの日を楽しみにいろんな準備をしてきたモチベだったね本当にね、いやほんと今日はあの会いに来てくれた皆さんねありがとうございました。こうほんとね、その AKB のステージを見に来たっていう方もなんかガリンがその TBC 商店のブースにいるって聞いてみたいな感じでこうまあねそれで会いに来てくれたりとかすっごい嬉しかったです、ありがとう。くままきゅん、ありがとうございます。たまちゃん、スイカ、ありがとう。秋葉町内会、きゅん、ありがとうね。ママもありがとう。いやあ先生ちんやながありがとうございます、ありがとうございます。そう今私がこれ着てるオヤリーナ TV っていうサンドイッチマンさんが出演されてるこのね番組のオリジナル T シャツ、今日はブラック着てますね。カオルさんこんばんは。いやでもそう本当に売り切れの商品もねいくつか出まして本当ありがとうございます。エアロこんばんは。タイラさんこんばんは、キュン、ありがとう、ありがとうございます。そうモリーノのぬいぐるみだったりとか、そうモリーノのハンカチタオルだったりがそう完売になったりとか、うんありがとう。あとはね T シャツでも販売になったサイズもありましたし、ほんとみんなありがとう、ゲットしてくれて。そうね欲しかったけどサイズがなかったとかね、そう一足あもうちょっと早くくればっていう方とかもねいらっしゃったと思うんですけど、うんあー嬉しい、あーみんな話してってくれて嬉しい、ありがとうございます。
ね、また入荷する、入荷してまた次のイベントがもしあったらね、その時にぜひゲットしてほしいと思います。いや、そう、思いのほかハンカチタオルがすごく人気でそうそうなんですよ。そう、今回そのグッズの個数とか管理してた方も、いやー、ハンカチタオルがここまで人気だとはっていうもうちょっと持ってくればよかったっていうね、意外と分かんないよね、何がこうみんなの心にドンピシャハマるのか。横村たかちゃん、こんばんは、ありがとうございます。ありがとう、ね、暑いっていうのもあったし、あとなんか素材質がすごいいいって、結構それそういう風に言っていただけたことが良かったかな。うん、ね、確かにあの可愛い絵柄でさ、しかも2枚セットで700円って。吉島さん、こんばんは、ありがとう。タコさん、こんばんは。本当ありがとう、楽しかったです。私もなんか本当、まあね、この TBC グッズのね担当させていただけてもすごい面白かったし、こう皆さんとお話できながら、お話しさせていただきながらね、楽しめたのだから本当楽しくて、いや2日間とも時間があっという間で早って、もうあと1時間とか、ほんとさ時間過ぎるの早すぎる楽しかったね。うん、役立った、ハンカチ、よかったね。暑い中ほんと並んでくれたりありがとう。いやー、でもあの多分すぐ日焼けはなくなると思います。うん、夏フェス、夏フェスみたいで楽しかった。いや楽しかったよね、ほんとやっぱ夏のああいうイベントっていいですよね、楽しい。たかしちゃん、こんばんは。そう、あっくっくさん、こんばんは。やすひく、こんばんは、ありがとね。うん、いやもう話したいことたくさんある、何から話そうデイ2のお話、まあでもみんなが気になるのはライブのことだよね、きっとね。そうだよね、そうね。いや今日本当に12時15分からね AKB48 のライブがあるっていうことで、私はもちろんねライブ観覧エリアの方でねちょっと、まあ、端の方からかって見させていただいてたんですけどそう、いやでも可愛かった。もうなんか私昨日の配信で、さくらさん、こんばんは、昨日の配信で瀬取りだったり衣装だったりを勝手に予想してたんですけどね、YouTube 配信でもね見てくれててね、ありがとうございます。うん、そう、あの見事に外れまくりましたね、予想は予想は外れまくりだったんですけど、そう、いやそう、なんかもっとやっぱ王道曲で来んのかなと思ったら、結構 AKB 寄りな瀬取りというか、 AKB 好きな人がこうエモくなるような瀬取りだったんじゃないかなって私は思って。うん、なまぜさん、キュンありがとう。え、ゆうワックス、だるまさん、ありがとうございます。ありがとう、だるま。そう、最初リハっていうかサウンドチェックで
あの恋するフォーチュンクッキーをね歌ってくれてね、サウンドチェックで1曲聴けちゃうっていう、なんかお得か、お得かね、美味しかったですね。そうで、パルパルさんこんばんは。ね、恋チューンチェック、まあ予想に入ってたっちゃ入ってたけど、まあ本編ではないなって思うと、まあちょっと悔しいですけど、だって私はあの一番最後のそのセトリの中の一番最後の曲だと思ってたのが一番最初のサウンドチェックですよ超真逆すぎて超真逆で、まあおばあちゃんが終わって1曲目のフライングゲットだったんです。いや確かに始まりの曲候補としてフライングゲットは結構あるなって思いました。で私はそうやっぱスタンドじゃない曲かと思ってフラゲ、まあでも盛り上がるね、フラゲ一発目は。そう、まあ確かに衣装によってダンスナンバー入ってるかっていうのもわかるね、うん、確かに今日のあの衣装はなんか青い小花柄のね、結構肩とか背中とか履いた可愛い感じの、もっと夏っぽい衣装で可愛かった。今日はでしたね。やっぱサステナブルか。そうで、フライングゲットの次があれ、唇に Be My Baby だっけかね。唇に Be My Baby ここで来るんだみたいなちょっとびっくりでしたね。まさかそういうシングル曲で来るのかっていうね、そうなんです。でまず冒頭2曲だと思うね、冒頭2曲でルンルンかまんはね、意外だよね。そう、竹ひろさんこんばんは、ひかるこんばんは、ありがとう、お仕事中にありがとうね。で2曲で MC 入りましたね。 MC 入って、本さんこんばんは。で、まあ、自己紹介 MC ありましたね。で次が3曲続けてみたいなね、ブロックでなんだっけ、あ、それでサステナブルか、サステナブル、あれポニーテからだっけ、ポニーテエブリデイカチューシャーサステナブルだっけ、あ違う、ポニーテエブリデイカチューシャー真夏のサウンズグッドだっけ、あれそう、みんなに会えた、ポニーテエブリデイカチューシャー真夏のサウンズグッドだね、そうだね。そう、いやー、ポニッシュからのエビカツかって思いましたね。私はエビカツからのポニテかなって思ってたんですけど、ちょっとそこは逆でしたね。で、あ、真夏のサウンズグッドもまあありですねって夏っすねって思いました。夏ですよねって納得って謎さん、そいちろうさん、キンありがとう、本さんスイカありがとうございます、ありがとう。そう、そう、生瀬さんキュありがとう、アイジーこんばんは、いろはすこんばんは、ありがとうございます。で3曲終わって MC が入ってみたいなね。で最後の2曲がサステナブル
ん、まず、んサステナブル、あ、違う、まだか。サステナブルとそばかすのキス2曲ね。サステナブルと、サステナブル、まあ夏っぽいっちゃ夏っぽいかなみたいな。で、あ、え、こういう、なんだろう、地方の無料イベントでそばかすのキスやるんだみたいなね、なんかこういう名曲もあるんだよっていう、そう、なんか知ってほしいのかなって瀬戸作った方にちょっと聞きたくなりましたねまあ好きなんですけどね、私はすごい好きなんですけど、おーみたいなそうで、まあ MC やりまして、次が最後の曲になりますってなりまして、でここで言い訳メイビーが来るっていう、え、なんかすごい流れとして、やっぱ私なんかこうチームエイトのこうイベントの流れというか、瀬戸りというかに慣れてるっていうか、それが染みついてたからか、ちょっとなんかまあね、その AKB としてみたいな、そう感じの瀬戸りだなって思いました私は。うん、あ、たまちゃんありがとう、お疲れ様。そうですね、だからもうあのこうライブをこう見ながら、陰で見ながら、そうなんかその曲が流れるたびに、あー違ったーみたいな全然違ったっていう感じだったんですけど、にゃんぴーこんばんは。ね、メイビーで最後グワッて上げてくるっていう、うん、そう、いやレスはなかったですね。いや絶対みんなの方がレスもらえてた。私はなんならこうこうやって見る感じだったんで、陰からみんな可愛いってこんな感じで見てたんで、あレスはねもらえなかったんですけど配信見てた、うん、配信もね見ててくれてありがとうございます。キンさんこんばんは。ステージで、そう、なんかそれもね本当、いやありがたいなって思っちゃって、うん、あのねこの2日間でめちゃめちゃ聞かれましたね、聞かれたし言われましたね、なんかステージで上がらないのとか、今回ステージに出るのとか、そう出ちゃいなよとかいや本当ありがたいです、なんかね、うん、みんなとねもう一度ステージに立てたらそれはもうもちろん嬉しいし楽しいんだろうなって思うけど、ね、そうやってファンのみんなだったりね、あの周りのいろんな方がそういう風に言ってくださるのは本当なんか嬉しいなって、そうの登ってもいいのみたいな私もステージ上がっていいのそう、そう思いました。いやでもめっちゃ嬉しかったですふ登って行きそうになっちゃった、あの何の時かな、なんかの曲の時、あそばかすのキスとかかな、なんか登って行きたくなっちゃった。タンコウさんこんばんは、ありがとうございますみんな的にはね、いや登ってって言ってくれるの嬉しいそうそうなんですよ、
ね、そう、あかりのうちわ持って、あー、ヒカルだ、わー、ヒカルあー、レインボータワーと花火、 TBC 2日目花火だ、ありがとう、ありがとうございます、ヒカル。昨日に引き続きありがたわです、ありがとう。お仕事中に、お仕事だよね確か、遅くまでお疲れ様です、本当ありがとうございます。虹タワーと花火タワー、おとわりタイム終了お仕事もだよ、ステージに上がってなかりん、嬉しい、上がれるように頑張るか。サトシ、今日ありがとう。ね、虹久々に見たけどやっぱ綺麗でしたね綺麗だったな、祭りだ、祭りだ、ありがとうございます。そう、うちはね、うちはスタンバイしててくれたのにすいません。そうで、なんかそうね、で、そう、ライブが終わってからね、こうメンバーのみんなにちょっと顔出しに行けたらなって思ってたんで、そう、もうあとなぎちゃんに牛タンを牛タンを持っていかなければっていう思いがあったので、ライブが終わりそうになって、こう早々にちょっとまず牛タンを調達しに行ってって。ライブさん、こんばんは、ありがとう。そうで、牛タンを調達しましてひでなりかも。で、そのまま牛タンだったりお菓子だったりを持ってね、みんなの楽屋の方に向かわせていただいて牛タン屋でーすって牛タン屋でーすって行けばよかった。そうそう、味の牛タン、キスケさんの牛タンを今回は差し入れさせていただきました。牛タン1年分食べた、あれで1年分なの、かわいいかわいすぎる。いや、マジでさ、あ、ようやくみんなに会えるみたいな、もうすごい心臓バクバクで、で実際に学園入ってみんながいる、みんなだー、いやー、ほんと、まあ、またね、次のラジオの収録があって、まあ、それまでのちょっと休憩時間って感じだったんですけど、そう、みんなね、来てくれて、で一緒に写真撮ったりとか、差し入れを出したりって、そうで、ツイッターに載せさせていただいたあの写真を撮ったりね、そうしたんです。ダックくん、貝殻ありがとう、ありがとうございます。あ、カツオ、流れ星もありがとうございます、ありがとう。テーマもバラ、ありがとう。そう、いやー、エイトのみんなもほんと元気そうでさ、あかりーってこういやー、変わらず優しくて可愛くて、マジでほんと、先生スイカありがとう、テンさん音波ありがとう。いや、なんかほんと、あ、私実家に帰ってきたのかなみたいななんかそんな安心感がありましたねここは実家かみたいなまっちゃ、ちんやなご、ありがとう、ありがとうございますね、エイトのみんな、いや、ほんとよかった、ほんとによかった。そう、ありがとうね、ツイートチェックしてくれて、いや、夢叶ったなって感じしますね。
そう、写真ね、今回の出演者みんなで、メンバーみんなで撮ったのも載せたやつだし、あとなんか8のみんなで撮ったりとか、まあなんか2人ずつ撮ったりとか、なんかそういういろいろ撮りましたけど、サクタマキュンありがとう、キュン、マカコの花束ありがとう、ありがとうございます。そうですね、うん、ツーショットね。そう、生瀬さん作キュンありがとうございます、キュン。いやでもほんとみんな元気そうで安心した。元気そうだし、めちゃめちゃやっぱり可愛いしあー、ビルマー、キューピッドクマさんありがとう、ありがとうございます。ブルーベリー狩りまだできてない生瀬のはやぶさキュンありがとうね、キュン。いや緊張してたよ、ドキドキだった本当。え、本当に私言っていいのかな、え、どうしよう、え、あかりん忘れたって言われたらどうしようと思って生瀬さんキュンありがとう、キュン。だけどね、温かく迎え入れてくれて嬉しかった。でなんか牛タンもね、そうなぎちゃんが食べたいって言っててくれたので、そう牛タンを届けて、そしたらそうあったかいうちに食べたいってなぎちゃんが牛タン食べてくれて、でなんかストーリーとかにもね載せてくれてたね。そうよかったと思って喜んでくれて、おいしいっておいしいって、なんかそうめっちゃおいしいって言ってくれてたんで、そうなんですよよかったって思って、なぎちゃん牛タンだよってえ、タカさんスイカありがとう、え、ペケウマありがとう、ウマ、あかり、あかりに会えたのが一番、ほんと、あれちゃん、やばい、感動の涙あかりもだよ、ほんとにマジでみんなに会えてさ、どれほどなんかどれほどもう嬉しくて、もうやっぱ家族だって思いましたチーム8という名の家族だって。でもフピー近いし、キュンありがとう、サトシ、流れ星ありがとう、背が高いって言ってた背が高かったらしい背が高かったらしい。いやほんとね、なぎちゃんとあやねちゃんキラキラつけてて可愛かった、キラキラ。いやー、え、サクスイカありがとうね、いやだからその AKB のねステージをそうほんと見に来てくださってって、で、まあ、あかりもいるからTBC 書店にも行こうってことで来てくださった方で、いや懐かしの方々がね何人もいらっしゃって、いやご丁寧に来てくれて嬉しいなって。そうですね、あとな、なんだろうな、なんでしょう、そう、やばい急に、いや疲れっていうか何なんですかね、なんかいや多分ずっと日に当たってたからかな。いやダックくん、あー3号タワーかな、え、す初めて見た3号タワー、ダックくんありがとう、すごい3号って、3号ってこういうのもあったのか、ありがとうダックくん、3号さくんもね人でありがとうございます。
サンゴツリー、サンゴツリー行けなかったので、いやいやいや、そんな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 、またそうね、今回は夏に TBC 夏祭りってね、いやほんと開催もさ3年ぶりでさね、まあいろいろ今回そのコロナの感染対策として今までとは違った施策がいろいろあったんですけど、そうね、まあ、でもそんな中でもね、みんないろいろルールを守りながら楽しんでくださって、いやそれは本当にもうみんなのやっぱご協力がないと成り立たないね、あの方式とかもいっぱいあったと思うので、いや本当ありがたかったですね。うん、デンさん、おっぱありがとう、ありがとうございます。そうね、あとはまた無事にこのまま終えられるように。デンさん、チアナゴありがとう。そう、いや、こちらこそありがとうございました。イサさんも、いや、なんか好き、ありがとう、キュン。うん、秋祭り秋祭りあるかな。そう、寝落ち嘘、こでこまま、うん、秋祭りはねないと思うんですけど、だからまた桜祭りですかね、あるかな。次の TBC イベント先生スイカありがとう。スイカ、いや、なんか10時になったら急になんかスイッチが、光のページェントとかね、ラーメンおじから、いや、なんかもっとほんと話したいことがたくさんあったと思うんだけど、え、若キュン、ありがとう、ありがとうございます。え、とかくパスそれか、ありがとう。そうだね、4時起きとかだったりしたからかなそうだよね。サカピーさん、こんばんは、ありがとうございます。いや、でもやっぱ楽しい、こうやってみんなと会えていろんなお話できて、まあね、ライブとかもあればもちろんそのライブ一緒に楽しんでね、それのお話したりとか、あ、たくさん、くまさん、ありがとうございます、ありがとう。そう、そう、楽しんで、なんかね、あと屋台とか美味しいものとかいっぱいあったので、なんかそれも一緒に食べながらとか共有しながらとか、そう、本当ありがとう。あ、61位、ありがとうございます。61位、アロイビー、こんばんは。いや、なんか今日はね、結構、まあ、昨日もいろいろね立て込んでて、まあ、でも今日もなんかなんだかんだお昼とか特に食べずにみたいな、なんかもうアドレナリンで生きてた今日。え、タワー、え、あ、ユアワークス、ユアワークスさん、ありがとう。本当だ、なんか元祖タワーみたいな、ユアワークスさん、元祖タワー、ありがとうございます。わあ、嬉しい、ありがとうね、やばく馴染んでますね、確かにタワーっぽい、タワー馴染んでます。山添さん、キュン、ありがとう同化してる。タクヤさん、こんばんは。そう、うん、あ、ニョロニョロ、ありがとうね。え、タワ
とう。たもお疲れありがとう。やばい、ほんとよかった。ほんとにあのメンバーにもそしてファンのみんなにも会えてよかった。なんかまたね、いっぱいお土産が増えちゃったりって方もいらっしゃったと思うんですけど、シータさんこんばんは。エテンさんキュンありがとう。エモグッピー貝殻ありがとうございます。アサカッピーさん、あーサンゴさんタワーありがとう。アサカッピーさん、クマさんマーメイドタワーもありがとう。ありがとうございます。やったー、イエーありがとう。あイルカさんタワーもありがとう。ありがとうサカピーさん、嬉しい。わあ夏だ夏だ、夏祭りだ。あ花火まであーサカッピーさん花火までありがとうありがとう。ここに打ち上がりました、ドーン。ありがとうございます。夏祭りですね。そうだね、夏祭りだ。でもフピー流れ星ありがとう。いやー夏フェス最高。焼けた、おえまた言われたえもぐぴーてんさん、流れ星ありがとうございます。いや1週間ぐらい経てばきっと戻るでしょう、ま、戻るでしょうきっと。ちょっと今はこんがりこんがり小麦色明かりということでね。ナマズイさん、キュアありがとうね。メンバーちゃんもチンアナゴありがとう。ありがとうございます。そうで、なんか本当にあの後とかも、いや、また会おうねとか、元気出たよとか、メンバーがメッセージくれたりして、なんかもう、私は、その言葉に、100倍の元気をもらえたっていう。ベキニアありがとう。ありがとうございます。ね、また会いたいわ本当にね。来年もぜひメンバーのみんなも来てほしいし、ファンのみんなにもまた来てほしいし。あ先生チンアナゴありがとう。えのまぜさきありがとう。ありがとう。いやでも瀬戸利予想したり衣装予想したりするの楽しいなと思っちゃったなんかその答え合わせとかもさ面白いな。うんね、そうだね、また会おう、やっとまた会いたいですね、会おうね。うん、山添さん今日ありがとう。ジミーお疲れありがとう。お疲れお疲れ。そうね、いやーいやでもよかった、本当に結構マジでドキドキしててさ、いやもう本当嬉しくなっちゃった。えなまぜさんキューありがとう。キュー、そうなんです。え、みちひろさんちやなごありがとう。え、なまぜさんきゅうありがとう。そうね、もしまたこういうね、みんなお客さん呼んでのこうリアル開催イベントができたらね、行ける日にねまた来てくれたら嬉しいし。私もモリーノ会えなかった、会いたかったんですけど。モリーノね、森に帰った後だったのかもしれない。そう
やでも森井の自体はすごい人気なので、ね、またちっちゃい森井のぬいぐるみのキーホルダーとかあったらね、さらに良かったかもね。え、ちっちゃい森、ていていこんばんは、ありがとうございます。いやー、ほんとみんなもね、移動時間長かったりとか朝早くからだったりとか、ほんとそんな中でもこの暑さを、30度は全然超えてたんで、その暑さを乗り越えながらね、楽しんでくれてよかった。山田さん今日ありがとうね、かき氷大人気だ。結局かき氷食べなかったな私今回のフェスで。牛タンをとにかく食べてました。あとハンバーガーとね。会えましたよ。ぜひ私のツイッターで見てみてください。会えたのでね。そう、ハンバーガーも美味しかった。すごい暑かったからね、かき氷最高でしたね、ぴったりでしたね。チョコケバブ、チョコケバブ今日なかったの、なかったのか、なかったのね。いや本当は今日のセットリの曲を歌いたかったんですけど、思ったよりやばい、 目に、なんだろう、どこに来てるんだろう、思ったより来てますね。タカさん、ジアナゴありがとう。光る、くす玉ありがとうございます。ありがとう。てぃさんもありがとう、ね、マコーコードもありがとう。いやね、みんなもねきっとお疲れだったりとかね、また明日から1週間頑張ろうね。いやー、まだお祭りモードがだいぶ抜けなさそうですけど、いや、またちょっと元気な時ねえ、ありがとう。いや、そうね、また TBC 夏祭りがね、こうリアル開催できたっていう、そのことにもすごく感動したし、それをね皆さん楽しみに待っててくれて、ね、こう会場に足を運んでくれて本当に感謝でしたね。まだそうだね、帰り途中の方もいらっしゃると思うんですけど、いや、トレンド入りしてた、そうだったのそうだったのとか、ありがとう、感謝でいっぱい、こちらこそです、ありがとう。いや本当ね、また会ってくれますね、嬉しい。近いし流れ星ありがとう。生瀬さんキャーイとキャー、祭り気分ね、私もなかなか抜けなさそう。でももう7月が終わっちゃうんだと思って、恐ろしい、早って思ってうん、早すぎね。今回ね来れなかったよって方もねいらっしゃると思うので、次またチャンスがあったらね、その時はぜひ、
誕生日。そうね、もうすぐ8の日だ。ピューロランドの8の日。うん、次こそはね、待ってるので、次こそは来てくれて嬉しい。私バラありがとう。高い 100% もバラありがとうございます。山添さん9ありがとうね。いやーごめんね、なんかもっといろいろみんな話を、メンバーと会えた時の話とかを聞きたいと思うんですけど、でもなんか本当に他愛のない、本当なんかすごい平和な会話だった気がするねえ、そう、エイトの日さ、ピューロランドでするんだねっていう話とかもしたしさ、どうなんだっけかな、まあ、なんかね今ショールームのイベント頑張ってるねとかそういう話もしたし、え、まこたろこんばんは、なんかまた一緒に会いたいねとかそういうお話もできたし、うん、そう結構みんなと一緒にいれて嬉しかったですね。うん、山添さんキュンありがとうね。キュン。もっと話したかったって？そうなの？いやでも結構やっぱさ、もうあと何分後に出発しないとみたいなね、そういうのもあったから、あんまり長いはできないなって、いやもともと思ってたんですけど、いやでもそれでも思ったよりもみんなと話せたなって、一緒にいれたなって思って、私は嬉しかった本当に。タカさんありがとう、ありがとう。テンさん、生でさん、キュー、ありがとうございます。キュー、ありがとうございます。そうそうそう、みんなお忙しい。いやー本当ごめんなさい、さっきまで全然大丈夫だったのに急に本当。いやみんなも本当ゆっくり、お疲れでしょうからね、ゆっくり休んでください。じゃあごめんね、なんか本当あっという間なんですけど、あっという間に1時間経ちそうなんですけど、ちょっとランキングをね読んでいきたいと思います。ありがとうございました。13位がテンさんです。ありがとうございます。13位。ありがとう。間違われて？道案内？ん？入場方法質問。オリジナル T シャツ交換。なんか、いろいろ詳しそうに見えたんじゃない？この人なら知ってるみたいな。うん、たくさんの元気をもらいました。本当よかった、また元気届けます、ありがとうございます。続いてが、12位マークアコードです。ありがとうございました。マークアコード12位、ありがとうございます。ゆっくり寝てくださいすいません本当にごめんね、ごめんなさい。次が11位が、ディアスです。ありがとうございます。第11位ディアス、ありがとう。森野くんが無事完売しました、ありがとううん、ロス噛んでるから早く帰る。そうね、寂しくなっちゃうよね、なんか会えた次の日っていうね。うん、うん、みんなもねゆっくり、ごめんね、だからみんなもさ、もう早く寝たいっていう方もいらっしゃると思うのにごめんね遅くて。10位が生瀬さんです。ありがとうございました。第10位、生瀬さんでした。今日も一日ありがとうございました。第10位でした。イエーイ、パチ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 。運転中なんで2日間、お疲れ様。そっか、運転の途中にごめんね、ありがとうね、丁寧にコメントもありがとうございます。いや運転気をつけて帰ってね、うん、
ありがとう、また会おうね。そして第9位がメンマッチョです。ありがとうございます、メンマッチョ。第9位ありがとうございます、メンマッチョ。ステージ見てる、明かりを見てるっときちゃった。そっちあー AKB のステージだーって、なんかこうふわーって見てたのうるってきちゃいましたありがとうございますね。いや私も本当に、あ、何を思ってるのかっていや本当なんか楽しかったライブの思い出とかやっぱ蘇ってきますね。なんかずっと前に TBC 夏祭りに出演させていただいた時のこととかね、うん、懐かしい。次がエイトイがタカさんです。ありがとうございます、タカさん。エイトイありがとう、イエイ、おめでとうございます。タカさんエイトイでした、ありがとう。メンバーと写真見たら泣けてきたみんななんか感動、感動というか泣けてきたって方が、あ、前半ランキング22だ、ありがとう。22だ、すごいありがとうございます。やったね。続いてが7位がたまです。ありがとうございます。第7位たま、卒業しても会えるあかりは最高の推しです。あかりに会えてめっちゃ嬉しかった、また会いたいよ。縁しないで会おうね、ほんと嬉しいですよ、いつもいつもありがとうございます。今ね、あのまとめますんでね、ん、やばい、なんか私商品まとめようとしてた、なんかあれ商品をまとめするのでねっていう、ん、あれあれ何を言ってるんだ やばい今日のちょ、店員さんになってたすいませんごめんね、あれありがとうございます。6位、6位が本さんです。ありがとうございます。本さん寝てない、寝てない、起きてる。配信お疲れ様。あかりんステージで見たいね。ゆっくり休んでね。明日出勤しますか。それは大変だ。ね。いや私はみんなのステージが見れて本当に幸せでした、ありがとうございます。またね。7位タマ、あれ読まなかったっけ、あコメント読んでないか、ごめん、読んでない、もう一回書いて、あれ読んだよ、あ読んだ、よかった読んだよね第5位。第5位が、ヤワークスです。ありがとうございます。ヤワークス。第5位。ありがとうございました。イェーイ。第5位ありがとう。ヤワークス。いや、本当にありがとうございました、今日も。お疲れ様でしたイエーイ、またね、またまたぜひ、いや本当に楽しい一日にしてくれてありがとうございます、また来てね。そして第4位がダックくんです。ありがとうございました、ダックくん。第4位ありがとう、良いです、良い、ありがとうね。
あ、2日間ありがとう。お疲れ様でした。ついこと参加したいです。誕生日数日前に。ああ、もうすぐ。もうすぐですか、数日前。わあ。え、じゃあ一足先に誕生日おめでとう。うん。良きお誕生日を。よかった。お祝いできて。ありがとうございます。またね。そして第3位ベスト3入りが先生でした。ありがとうございます。先生、すごくありがとう。あかりちゃんに会えてもうすぐ たくさんお話ができて、でも楽しい幸せな時間でした。元気以来久々に、そうライブ、そうなの、最高だったよね。一緒に見れたしね。ライブ後にしたくなって、ノート書いて、そうノートに書いてくれたね。お休み宮城進めます。立島島に行くプランも、おお、すごい、早速計画が早い。うん、明日から、うん、ぜひぜひ、せっかくだからね、使ってほしいです。もういいの、明日かいな日々も、いやー、そうですよ。あ、この森の私だみたい。うん、そうだね、みんな、え、絶対ね、先生も暑い中すごい日焼けもね多分いっぱいしたと思うし、うん、あ、もう夏休みだったのか、やった、夏休みの思い出じゃん。思い出できましたね、ありがとうございます。そして第2位がヒカルです。ありがとう。お仕事中かな、ヒカル第2位。あ、結婚して、結婚して、ありがとうございます。またミートアゲインできる日を楽しみにしています。幸せな時間ありがとう。またね。いや、こちらこそ、とってももうハッピーな幸せなね一日だし、ほんと2日間になりました。ありがとうございます。大丈夫です。そしてゼロポジ第1位がサカピーさんでした。ありがとうございました。サカピー、ありがとうございます。第1位、イエーイ、今日の配信も来てくれてありがとうね。うん。たくさん夏休み、深くお疲れ様でした。お会いできる日を楽しみにしてます。ゆっくり休んでください。うん、ありがとう。いや、でもなんか、なんだろう、いや本当に楽しかったって、もう充実感でもういっぱいで、いや、なんでこんなに急に眠気が来るんだろうって、そう、すごいびっくりなんですけど、いや本当に楽しかった一日、楽しすぎて、うん、いやー、なんかもう自分で言うのもあれなんですけど、もう楽しいイベントだなと思いました。 TBC 夏祭りってTBC 夏祭りってなんか最高なイベントだなと思っちゃいました。ありがとうございます。ゼロポジ第1位はソカピーさんでした。ありがとうございます。ありがとう、みんなも。青春、みんなの青春。いや本当ありがとうございます。楽しすぎたね本当に。みんなパチパチね、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、テーマ、すごい、めっちゃ綺麗だった今花火。ありがとう、テーマ花火、ありがとう。嬉しい、わあ。ね、本当ありがとうだよ、忙しそうなね時に。昨日はね、忙しそうな中でしたが、今日もね、ありがとうございました。いや最高夏祭り、いや嬉しい、最高夏祭りが過ごせました。夏祭りの思い出できました。ありがとう、ありがとうございます。いや本当すいません、こんななんかグダグダな感じ申し訳なかった。みんなが聞きたかったこととか話したかったこととかがちょっと
ちゃんと言ってるか不安なんですけど、うん、あとね、うん、みんなもゆっくり休んで、ほんと明日からね、明日からまた1週間頑張るためにありがとうございました。ごめんね、ほんとありがとう、みんな来てくれて、配信めちゃめちゃありがとう。いや、ほんとメンバーのみんなにも会えて超絶感謝です。嬉しかったです。うん、また会いましょうね、ほんとに。ぜひぜひ会える機会があったら待ってます。そう、また会おう。うん、テニスを、テニスも頑張ろう。ありがとうございました。またね、おやすみなさーい。あ、ようこそありがとう。またねー。